のため、いざ。豊臣、徳川両軍前方にて攻勢開始。乱入し功をなすならば今この時しかありませぬ。秀吉様、あなた様を支援する許可をどうか私に。黒金太郎の夢は鬼の夢。年齢が過ぎて朝が来た。そんな話が好みだからよ。この門だけは通さねえ。家康、奴には力が必要だったのだろう。だからこそ豊臣として生き続けるべきだったのだ。なぜ人は裏切る、なぜ人は見限る。答えろ長宗我部。あいつは力のその先を求めてた。こうなっちまったのはどうしようもねえ必然だ。いいけ、地頭次郎法師直虎、敵将が印討ち取った。絆、それが最も強い力だ。わしは信じてる。あなたを倒し絆の力で世を滑る、それがわしの答えだ。貴様を砕きに来たのだ。望むところよ。王の名にふさわしくはただ一人、秀吉様だけだ。安心してくれ、みんな。わしらは断じて陰らない。かしこまり候。やるども、そこらの守備は任せたぜ。心得ました。半兵衛様のお言葉を思い出せ。周りを見よ。最善を判断するのだ。お民のため、家康様のため、耐えしのいでみせようぞ。我が左腕にて刃を借る。民よ、我に屈せよ。俺が認めたあいつはよ、大海原みてえに広すぎんのよ。私が許可する家康は豊臣で息吹それのみだ。ひるむな。奴が倒れようともまだそれが違う。もっともっと束になってかかってきな。お前程度の男に私が遅れを取るものか。今日が新しい日の本の始まりだ。行くぜ、家康殿と一緒に。力の限りに生き抜くのみ。残す言葉も不要なほどに。ここは俺たちの港だ。きっちり鳴らしとかねえとな。この森を呼んで加勢など。酒場と臆病風に吹き飛ばれたか、家康。石田三成、今のあんたにはうなずけねえ。長宗我部元親、貴様を断じて認可しない。今家があるのは直虎様と女衆のおかげです。あの戦いをもっと近くで見ていたい。みんな私に遅れを取るな。 E の V、 天下に知らしめてやれ。はめれば強い。
さすがだぜ。敵だ。一人の望みを叶えるため、あまたのムクロが立つならば、貴様の心の強度、拳ごと砕いてやろう。絆も情けも弱さなどではないんだ、秀吉殿。が悪いとこんなものか。戦う乙女の心意気、男どもに見せてやれ。お任せを。赤月丸、動け。赤月丸、なぜ動かん。たまには俺も手柄を取らねえと。あんたはどっちの味方ってわけでもなさそうだ。門がバカな上気を逸するほどの絆。家康様が戻られ、三河もまた蘇ったのだ。豊臣め、貴様らもまた民にとっての災いよ。私は海秀吉様をお支えする屈強なる一兵卒だ。あんたの猿への思い、それが本物だってことだけはよーく伝わってきやがるぞ。攻め上がりましょう。脇は俺たちが。お前たち、私について来られるのか。宣誓します、秀吉様。この鋼鉄をも食い破り、必ずやおそばにたどり着くと。聞いて逃げなかったことさ。やっぱりやつらでも負けることってあるんだな。蹴りがもう一つだ。全てに型をつけたなら、あの港に来いや。待ってるぜ。ナオトラ様の背中を見続けたからこそ、私はここまで強くなれた。Me.
三成！なぜだ、なぜ秀吉様を、私の心を殺した！それは絆の世を作るために必要なことだったからだ。絆の世だと？そのようなものを訪れはしない！秀吉様を失った時点でこの世は終わりを迎えたのだ！答えろ家康！秀吉様はこの最後に何とおっしゃった！許せない！このような、私についてこい！熱く燃えたぎれ！皆の涙を拭ってやってくれ。これよりは乙女が強く生きる時代。